何今の音、ドンって。おいおい、早くねえか出るの。まだ9時前だぞ。何よ。はい、いらっしゃいませ。何今の、ちょっとドンって言った今。何？挨拶してんの？本当？え、マジですか？はい、こんばんは、吉さんいらっしゃい。どうもね、こんばんは。もうね、ちょっと早いですけどね、軽く。今日はゲリラで軽くでですね。今日は早く終わりますけどね。何今の音？ドン。男性の声聞こえた？はい、和子イカです。イカちゃん来てください。ここに茅ヶ崎斎場に来てイカちゃん。そう、イカちゃん鶴さんがね、10日だって。10日、10日来てください。仕事か。はい、今ちっちゃめ言ってないよね。この木が気になるんだよね。ここだけ切ってねえんだよね、木をね。なんかあんのかね。なんか回ってない？なんか動いてない？叩いても落ちたでしょ。10日仕事か。またコントだね、ちょっとね。ちょっと俺ね、ちょっと15日思ったんだけど、15日ね、ちょっとね、わかんないな。まあ、いけそうだったら15日でね。ちょっとまだね。うん。気になる。そう、この木は何でしょう。気になる気になるってね。はい、あ、それやっちゃうとね、フレーム取っちゃうね。ごめんなさい、見にくいって言わせるから。ごめんね、佐藤さん。うん。え、なんか落としてる。カリ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 。佐藤子でもいないか、いるか。名前じゃない。え、何この。はい、おれんさんこんばんは。つくだにいらっしゃい。今日は斎場の前からご中継でございます。はい、お茶どうもね、かさんありがとうございます。なんか落としたんだよね、いきなりな。ここね、ちょっとある程度いるとね、結構したんだよね。え、なんか言ってない。ガラ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 。うわ、何今の。お近くね、ありがとうございます。すいません、どうも。あ、ミニオンさんこんばんはね、お疲れ様。どうもね。音する。ん、なんか喋ってる声が聞くんだ。なんか喋ってる声。やっぱ喋ってるよな、奥の方で。女の人の声。ふふふ。佐藤さん、斎場です。ここは地元のね。ふふふってなんか。今日一人なんですよ。久々。まあ戻ってきた、来て初めてじゃないかな、一人今回。ふふふ。なんか奥の方で聞こえんだけど。おお、また行った。いい感じ。お、車か、びっくりさせんなよ。この裏プロサガイある、マジ。ほんと、このぐらい入れないけどな。そう、霊感ある人見えるかも、ほんとに。だってここ結構ドンドンドンとか言うんだよ。これね、登っていくと右側にあるんでね、あの辺に活動時間、こういう感じで行くんですよね。ここ入ってまーっていくと思うとね、この辺。そっちの方向ね。あ、ゆめさんこんばんはね、出遅れ。いえいえいえ。うん。ああ、そういうとこなかったら多分出ると思う、多分。おそらく。これもアベノマスク来んのかな。来ないだろうな、これはな。さすがに。ね。なんもないよね。品川、お金持ちなんで品川。だから品川もみんな高い。お金持ちが住んでるから多分。お金持ちほどいらなくない？ねえ、お金持ちほどいらなくない？
あ、でも金ケチ、あれね、お金持ちほど植えるんだよな。おお、びっくりした。車か。車か、焦ったな。飛ばすね。飛ばしますな。お、音鳴った。何？聞こえなかった今の音。何の音？わかんねえけど怒ってるみたい。警告？わからなかった？聞き逃した？なんかすごい叩いてる音だよ。なんかドラム缶叩いてるの音。すごいよ。怒ってるね。この方が涼しいんだけど、さっきのとこ暑かったな。もう汗かいてきたの。怒ってる？芹沢さん暴れてる？すごいよね、ここは。結構現象、一人で行くと、ね、結構現象起きやすい。やっぱこっち側なのかな。ここに来ると静かなんだよな。こっち側なのかな。この辺で聞こえんだよな。叩く音ですごい。ほら、もう言ってる。なんか騒がしい。ふーとか言ってた今。